はい、本日はですね、買ってよかったもの1月編を紹介していきたいなというふうに思います。もう早くもですね、2021年の1月が終わったということで、もう本当早いですよね。もうこんなペースでいったら、気づいたら僕も40になって50になって60になるんやろなと思ったりもするんですけど、昔よくおっさんがそんな話してたなと思ったら、もう自分もですね、時が経つのが早いとかいう無駄話をするようになったんですけども、まあ、今月も相変わらずあの買ってよかったものっていうような話はしていくんですが、実はですね、今月買ったものってもちろん普通のアイテムフリースであったりダウンっていうのも買ったりはしてるんですけど、まあ、それ以外にあった福袋とかも買ったりしてるんですよね。で、福袋に関してはもう今手元にないので、まあ、買ってよかったものにも入ってこないんですけども、それを福袋を抜いちゃうとですね、買ってよかったものっていうか、そのレビューしたもの自体が5つしかないんですね。まあ、5つが今パン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 ってこの目の前画面に出てると思うんですけど、ただこれを順番に並べるのは面白くないと思うんですよ。で、まあ、トップ3にしようかなとかって思ったんですけど、実はですね、動画で紹介しないものとかもあるんですね。で、実はそれが一番良かったりもしてたりするので、まあ、今月もトップ5は紹介するんですけど、動画で紹介しないものが2つぐらいあのトップ5に入ってきますので、まあ、それを楽しんでいただければなというふうに思いまして、まあ、今日の流れとしてはですね、いつも通りトップ5から5、4、3、2まで行ってから番外編があるんですね。番外編を2つ紹介してまたトップ1に戻っておしまいといういつも流れの順番に行きたいなというふうに思いますので、まずは買ってよかったものトップ5から行きたいなというふうに思います。まず5位というのはですね、あ、すいません、その前にですね、この今僕が着てるフリースありますよね。これ時期に2月にアップしますので、まあ、2月の上旬にそれを見てもらえばいいと思うんですけど、これね、めちゃくちゃデメリットあるので、僕はもう買ったんで今着てますけど、そのデメリットを見てもらってからちょっと購入するかどうか考えてもらった方がいいかなと思いますので、まあ、このフリースに関してはその時に喋るとして、今日はですね、買ってよかったものに行きたいなと思います。買ってよかったもの5位というのがこちらのですね、キャンプシェラショートになります。これはですね、レビュー動画でも言ってるんですけど、やっぱり色味がめちゃくちゃ綺麗ですよね。これ何回見ても思うけど、色めっちゃ綺麗やなと思うし、なんかコメント欄とかでもね、パーって見させてもらってたら、いろいろコメントいただいてたんですけど、やっぱりダウンジャケットじゃなくて中綿がね、2年ぐらい前から変更になったっていうところで、それがいいっていう人もいてれば、ちょっと微妙やっていう人もいてたりするんですけど、僕にとってはですね、もうダウンはいらんから、なんか他の差別化できるようなアイテムないかなと思ってた時にちょうどこれがあったんで、これ見た目はね、普通にダウンジャケットかなと思うと思うんですけど、中がプリマロフトっていう綿が使ってるので、僕ダウンジャケット20点ぐらいある中でもプリマロフト使ってるのって2つしかないんですよね。それがこのジャケットとエクワックスってやつなんですけど、あんまりそのプリマロフトの綿のダウンっていうかジャケットなかったりするんで、まあ、それはね、良かった点で、僕としては良かったけど、人によっては、これプリマロフトですか、でダウンの方がええですわいう人もやっぱいてはるみたいなんで、あ、やっぱそういう感じの方もいてるんやなと思ってね、コメント読ませてもらってたんですけど、まあ、ただね、安くセールでも買えるっていうことを考えると、まあ、ダウンに関してはもうヌプシとか買っちゃうから、プリマロフトでなんか欲しいねんとかっていう方はもうこれむしろこれセールにかかるからありがたいと思うんですよ。まあ、なので僕としては、まあ、5位に入った理由はその2つですね。カラーと中綿が良かったっていうところで第5位に入りました。まあ、それレビュー動画見てもらった方分かりますよね。キムタクジャケットということになってますので、これが第5位ということになってます。では第4位がですね、こちらのパラブーツのコインローファーコローになります。で、これはですね、珍しく革靴を購入したんかってことになってたんですけど、この茶系のね、ローファーがちょっと必要になったんで購入したということにはなってるんですが、まあ特別動画で出すつもりはないかなと思って動画にはしてなかったんですけど、ちょっとね、緊急で革靴がいるってなったんですよね。で、それこそ最初狙ってたのはオールデンっていうアメリカのメーカーのね、革靴があるんですけど、それのね、ローファーを買おうと思ってオールデンの大阪のお店に行ったんですよね。ほんなら入荷まで1年待ちやって言われて、どうしてもちょっと入り用がすぐやったんで、ちょっと1年も待ってられへんなっていうことで、なんか代替で代わりにないかなと思ったのがこのパラブーツのコローというローファーになってるんですけど、これに関しては雨の日とかでも履けるし、でなおかつ値段そんなベラボーに高いわけじゃないんですよ。これで確か3万円ぐらいになってるので、まあ、雨の日も履けて晴れの日も履けて3万円やったらまあまあいいんちゃうかなと思ってこちらを購入しました。まあ、僕結構基本的に動画ではアウトドア系の洋服を紹介することが多いので、あんまり革靴のイメージでないとは思うんですが、まあ、僕私服はですね、あんまりアウトドアばっかりっていう感じではないんですよね。それこそ白パンも履くし、グレーのパンツも履いたりするし、デニムも履いたりするってことなんで、そういう時なんかにはこのローファーはめちゃくちゃ合うんですよね。だから動画用というよりかは個人的な私服用として購入はしたんですが、まあちょっと1月レビューしたやつも少なかったし、まあこれは実際履いててよかったし、まあ4位にランクインしとこうかということでこちらがランクインしてます。ほんでね、買おうと思ってたオールデンの方がね、10万ぐらいするんですよ。で、12万ぐらいしてて1年も待たなあかんし、プラス雨の日履けないんですよ。もうそうなったらちょっともう、まあ今は一旦いいかなと思って、あ、なんか代わりでローファーないかな、あ、バルブーツあるやん、コロあるやん、ええやんと思って買ったっていう感じになってますので、まあそんなに前々から狙ってたっていう感じではないんですけど、意外と買ってみ
みたら値段も安くて良かったかなと思います。まあこのローファーに関しては特に言うことないかな。まあガシガシ履いて味出していきたいなと思いますぐらいですかね。では次第3位というのがですね、こちらのモンベルのイグニスダウンパーカーになります。まあこれはですね、僕の動画の中でもあんまりモンベルって動画で出すことなかって、これ2本目ぐらいかな、あんまり出してないんですけど、なんでこれを購入したかというとですね、やっぱり中の綿がですね、1000フィルパワーも使ってるっていうのはやっぱ1回はちょっと持っときたいなと思って購入はしたんですけど、まあこれが3位に入った理由というのは圧倒的なコスパ、こんだけクオリティ高くて外の生地はしっかりアメリカの会社のゴアテックスっていう生地使ってるのにもかかわらず3万3000円で買えるってなったら、多分他にこんな価格で出せるアウトドアブランド絶対ないやろうなと思ったんで、まあこれはまあまあランクインしてくるやろうなというふうに思いましてランクインしてます。まあただですね、やっぱ1位2位まで上がってこうへん理由としては、まあ今ってどっちかというとコロナであんま出れないじゃないですか。だから僕もですね、まあ引きこもってるんですよね。だから引きこもってるから基本的には、例えばじゃあたまに散歩行く時とかあるんですけど、散歩行くってなったらがっつりダウン着るし、部屋の中いてるって言ったらこんなフリースぐらいでいいんですよって考えると、このインナーダウン的な薄さって絶妙に今使わないんですよね。だからまあ普通にね、コロナの自粛とかが終わっていけばめちゃくちゃガンガン着ると思うんですけど、いかんせんまだあんま着てへんということで第3位にはなってるんですが、まあこのね、あのイグニスちゃんはあのまあまあいいんちゃうかなと思います。他に特に言うことないから次行きましょうか。では第2位はですね、パタゴニアの R2 というフリースになります。今ちょっとですね、ここにかけようと思ったらですね、ちょっとうっかりして洗濯しちゃってたんですね。洗濯してたからちょっと待とうかなと思ったんですけど、もう待つのめんどくさいからもう動画撮ってるんですが、このフリースはですね、僕セカンドチャンネルの1月の衣装としてずっと着てたんですけど、まあその時に何を思ったかというとですね、やっぱりめちゃくちゃ着心地いいんですよね。それこそ僕フリースって10着ぐらい持ってたりするんですけど、その中でもあのトップ3に入るぐらい着心地が良くて、もしくはトップ1に入るかなっていうぐらい着心地はいいんですよ。ほんでそれなんでですのいう話になってきたらですね、やっぱりポーラテック使用してるんですね。でポーラテック使用してるから全然抜け毛とかもないし、着心地めちゃくちゃいいし、変にベンチレーションとかもないから、 T シャツの上にサッて羽織ったらめっちゃ気持ちいいんですよ。だからランクインしたんですけど、今まで R2 と聞くとですね、ちょっと今までうって敬遠したんですよ。なんでかって言ったら、それ登山のやつですやんとかって思ってて、登山する人なんか R2 とかって聞くけど、あんま日常で着られへんやんとかって思ってたんですけど、いやこれよう考えられてるわっていうぐらい、なんかめちゃくちゃ作りちゃんとしてるんですよね。まあ、なのでフリースといえばパタゴニアって言われるゆえんがわかるというか、やっぱ他のメーカーとかもやっぱフリースいっぱい出してると思うんですよ。モンベルとかノースフェイスとかも出してると思いますし、まあ、モンベルの僕持ってへんからあんまり適当なこと言えないですけど、他のメーカーと比べるとやっぱりちょっとワンランクもツーランクもフリースの生地自体が違うなと思うし、作りとかもしっかりしてるなと思うので、高品質なフリース持ちたいっていう方なんかはもう間違いなくこの R2 なんかはいいんちゃうかなと思います。まあ、なので登山とかだけじゃなくてですね、普通にカジュアルで履く用の、例えばデニムにこういった革靴合わせてフリース着るとかいう感じもできると思うし、でまあそれ以外にやったら、あのまあ言うたら登山とかスポーツウェアとかで履くようなパンツ履いたりしても全然合わせたりできるので、これ意外とね、多分合わせやすいんちゃうかなというふうに思います。まあこの辺が、ランキング5位から2位までってことなんですが、次はちょっと番外編に行きたいなと思うんですが、僕個人的には番外編と1位がめちゃくちゃ気に入ってるんですね。だからこれはご了承したいと思ってますので、この番外編をまず紹介していきたいなと思います。まず1つ目っていうのがこちらのソニーのヘッドホンなんですね。でこれはですね、買う時にめちゃくちゃ迷ったやつがあって、何っていうと、僕普段ねこの AirPods の第2世代を使ってるんですよ。で AirPods Pro に変えようと思ってたんですが、実はですね、このヘッドホンタイプもノイズキャンセリングっていう機能があったんですね。僕それが欲しかったんですけど、ノイズキャンセリングって何かっていうと、もうつけたらですね、もう宇宙空間におるみたいな感じでムーンとしてるんですよね。だからエアコンの音が全く聞こえへんし、テレビの音とかも聞こえへんような感じになってるんですけど、それが新しいモデルの AirPods Pro にはあるんですよ。だからそれ買おうかなと思ったんですけど、これもねノイズキャンセリングがあって、でさらに言うとですね、こう誰かに話しかけられたりしてもノイズキャンセリングしたら聞こえへんじゃないですか。でパッて視界に入ったりとかしたら、いちいちこうやって外さなあかんのってめんどくさいなとかって思ってたんですけど、これね右耳にこうやって手当ててあげることでスピーカーになるんですよね。次は聞こえるようになるんですよ。ほんで、おー分かった分かった、晩飯はじゃあ焼肉でとかって言ったり、肉で魚でとかって言ったりするじゃないですか。ほんで右手ヒューって話した瞬間、またこれノイズキャンセリングでピンって止まるんですよ。ほんでもちろんコードとかもなかったりするので、これつけたまま洗濯物したりとか、トイレ行ったりとか、あとまあ作業したりとかもできるしみたいな感じで、まあ、僕にとって AirPods Pro よりもこのヘッドホンの方が良かった理由の、もう何が一番良かったかっていうと、 AirPods Pro ってこれ要はなんか耳にちょこっとついてるだけやから、なんかヘッドホンしてることが分からへんじゃないですか。だから要は嫁に話しかけられてたんですけど、これをつけることでですね、思いっきり耳につけてるのが分かるから全く話しかけられないんですよね。だからそういう意味でも、こうちゃんと作業をしてますよとか、今私は聞いてるんだよっていうのが分かったりしますし、あとそれ以外にはですね、ちょっと言うの忘れたんですけど、飛行機とかに乗ったりした時
けども気圧を一定に保ってくれたりとかできるってことで、まあちょっと今はね行けないんですけど、まあほんまは北海道とか行く予定もあったりとか、あとそれこそねちょっと飛行機乗ってどっか行きたいなとかって思ったりしてたんで、まあそういう時用にコロナが落ち着いたら使えるやろということでこちらを購入しました。まあこれが番外編一つ目で、番外編二つ目っていうのがこちらのね、まあ、シャンプー系になってるんですけど、僕今髪の毛ね全くセットしてないんですけど、それはねヘアオイルでもうフューって濡らすだけっていうか、こう束感だけ作る感じにしてて、最近セットめんどくさいので、まあ、そんな感じでオイルしてるだけなんですけど、これめちゃくちゃ匂いいんですよね。でシャンプーも匂いいいし、まあこっちのトリートメントはあんまり匂いあんま正直わからないですけど、シャンプーとオイルに関してはめちゃくちゃ匂い良くて、美容室で最初勧められたんですよ。っていうのを僕結構難毛でペターとなりやすいんですよ。そやからなんかこのシャンプー使うケラテックスってやつなんですけど、これ使うだけでめっちゃ張り腰出ますよって美容師さんに言われて、あのおせさんじゃないですよ、カラーしてる方の美容師さんに勧められて、へーと思って、ただ結構ね高いんですよね。だからどうしようかなと思ったんですけど、ネットで売ってたんで、ネットやったらちょっと安かったんで、ネットであの楽天で購入したんですけど、メイドインジャパンなんですよね。だから、まあ、海外のやつとかじゃないから安心して使えるかなというふうに思いますし、まあ、なんせ匂いがいい。だから僕と同じ匂いを楽しみたい方を、こんなおじさんと一緒の匂いになりたい方はぜひこのケラテックスはおすすめかなと思います。まあ個人的にはトリートメントは別にどっちでもいいかなと思います。結構高いんでね。何もに困ってはる方はこっちのシャンプーがいいやろうし、ただただ匂い楽しみたいとか、髪の毛をケアしたいだけの人はヘアオイルだけでいいと思うんですけど、まあ、これはねめちゃくちゃ良かったなと思います。まあ僕はね3点セットで買ったんですけど、まあこの辺が番外編かなと思います。で次第1位っていうのがですね、これがもしかしたら意外かもしれないんですけど、こちらなんですよね。僕が今つけてるマスクになります。でこちらのマスクに関してはですね、この横側にボコボコってなんかあると思うんですけど、このボコボコってあることでちゃんと呼吸をしやすくなるように空気の循環っていうのをさせてくれてて、ほんでなおかつ5層のフィルターになってるから、もちろんコロナは防げるし、それ以外にやったら花粉、もうちょいちっちゃくなった花粉も防げるし、もっと言うならさらにちっちゃくなった PM2.5 まで防げるんですよ。でそれでいてちゃんと呼吸口もあるから蒸れたりもせえへんし、まあ、ちゃんとね中の鼻に当たるところとかスポンジとかもあったりするし、これね結構値段高いんですけど、確か8000円ぐらいするのかな、値段結構高いんですが、まあ、マスクってそもそもなんか菌とかを防ぐためにつけるじゃないですか。で普通のマスクとかやったら布マスクってめちゃくちゃ菌が通るらしいんですよね。ほんでその時に白の普通のマスクとかつけると、まあ、80% か 90% ぐらい防げるらしいんですけど、こっちに関してはほぼほぼ菌防げるので、今なんかワクチンに何万とか出す時代じゃないですか。って考えたらマスクに8000円ぐらいは出しといた方がいいかなと思って、結局菌かかったりとか、まあ、感染とかしたりしたら後遺症とかで辛い思いしてある方いっぱいいらっしゃるじゃないですか。って考えたらもう初期投資やと思って8000円出しておくことで、変な病気にかからへんかったら、まあ、医療費とか入院費とかもかからんし、まあ、健康で売ることが第一なの考えると、まあまあこれは必然的な投資かなと思ってます。でちなみに、まあ、機能性もいいんですけど、見た目的にもなんかシルエットかっこいいなと思ったらですね、やっぱり伊勢谷友介さんもつけてたんですよね、保釈の時にね。で僕は保釈されてるわけじゃないんですけども、やっぱりマスクはちゃんと絵のつけたいな、あ、伊勢谷友介さんもつけてた、これめちゃくちゃ機能的ですやん、ほんならじゃあもうこれ買いますわ言うて、まあこれは僕も持ってるんですけど L サイズで着用してるんですが、まあ、嫁にも購入して、嫁は M サイズを着用してるということで、まあ、これはね買ってよかったかなと思います。でこれ外してね、取り外ししてどんどん使っていけるんですよ。でこれマジックテープでビリビリってついでにピュッて外して、で次の新しい中のやつがあるので中のやつをどんどん変えていくっていう感じになってるので、まあ、マスクとしては高いんですけど、健康面とか考えると変に薄いマスクして感染すること考えたらちゃんと守られてる方がいいんかなということで、まあ、これはね動画にはしてなかったんですけども、僕個人的には今月買った中で一番良かったんで第1位ということでランクインさせております。まあ、なので今後周りの方に言う時なんかはですね、まあ、伊勢谷友介がつけてたやつやんなとも言うし、拓蔵がつけてたやつやんなと言ってもらってもいいかなと思います。まあ、ちなみに拓蔵がつけてたやつやんなって言ってもですね、そいつ誰なんて言って終わられると思いますので、まあ、その辺は自己責任でやってもらったらいいかなというふうに思うんですが、まあ、これが、1月に買ってよかったものトップ5ということになっております。まあ、またですね来月も買ってよかったものを出すつもりではいているので、楽しみにしておいていただければいいかなというふうに思います。ということで本日はですね、2021年1月に買ってよかったものトップ5を紹介してみたいという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。